石川勝久は、主に、コンピュータゲームのサウンドディレクターとして知られる、日本の高果音制作者、作詞家、編曲家、演奏家。山形県立佐賀江高等学校、日本電子専門学校サウンドクリエイティブ科卒。愛称は、バビ。中学生の頃からバンド活動を開始。高校時代にアーケードゲームの FM 音源に触れ、セガ、カルテットやカプコン。 セクション Z などを契機にゲームミュージックに興味を抱く。当初はレコーディングエンジニアを志し、日本電子専門学校に進学。1990年対等に企画職として入社。その後、サウンドチームに所属し、メタルブラックの効果音でデビュー。以降もアーケードゲームを中心に効果音を制作し、1996年のサイキックホースからは、 サウンドディレクションも行う。ズンタタではライブ時にキーボーディストとして演奏するほか、1995年にハギー・コミティーラとユニット、ズンタタ JAM を結成。1997年の電車で GO のテーマソング JAM の電車で電車で GO 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 ではボーカルを務めて好評を博す。また、 ライブやイベント、ズンタタナイトなどのインターネット性配信においては、進行役を務めることも多い。メンバー変遷の激しいズンタタにあって、長年在籍し続けており、2015年には、小倉つねよしを抜いて、在籍期間が、歴代最長のメンバーとなった。前任の、内田成の退社後は、ズンタタの5代目リーダーに就任。バビ、石川勝久ツイッター。 ありがとうございます。